フーパールーパーは、まあ寝起きというかいつ寝てるか知りませんが、リラックスしてるときはヒレがピンク色、透けてます、透けてるというか薄いですね。血行がすごい悪いというか、緊張していないのであんな感じで色が薄いです。刺激を与えると一気にピンクになります。例えば餌を与えてみましょう。普段は外で与えてるんですけど、今ちょっと突っ込んで与えてみましょう。餌を見ると多分ピンクになり赤くなります。あ、だったピンクにならないな。そんなに動き回ってないからか。動き回れば真っ赤になるんですけど、今はまだ寝起きですね。ちょっと水槽の中軽く掃除したら騒がしくなって赤くなるかもしれないですね。ちょっとやってみましょう。うんことかはあんまり落ちてないんですけど、やはりしっこをしているので、定期的に水は、まあ、頻繁に交換しないとやっぱ濁ってくるっていうのがちょっと分かってきました。週1回は交換しないとダメですね。あら、なんかしっぽちょっと怪我してるんか、これ気づかんかった。しっぽの先がなんかあんま綺麗じゃないぞ。なんで別に敵がいるわけでもないけど、勝手にあれか、傷ついたんかな。しょうがないか、これはもう治らない。っていうか、まあ昔からちょっと点はあったけど、なんでだろう、気になるな。まあ別に体に害はないので大丈夫ですけど、ちょっと見た目が綺麗じゃないのは残念です。まだ寝起きで全然掃除しても活発じゃないですね。まあ寝てるのか分かりませんけど。いっ、それちゃん、おい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 、全然逃げません。それちゃん、おい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 、全然逃げません。慣れてるんでしょうね。もうこうやって触ってもそんなに逃げません。ちょっと赤くなってきたかな。起きてきたか。あ、逃げちゃった、ごめんなさい、ごめん、嫌がって逃げちゃった。めっちゃ、あ、ほらちょっと赤くなってきたか、ごめんなさい、嫌がってたな、ごめんなさい、嫌だったんだね。やりすぎたら嫌がりますね。まあ、さっきよりちょっとピンクになって、いや、もう餌あげるときとかもうめっちゃピンクなんですけどね、こう移し替えたときにね。またそのとき移しましょうか。餌をあげていきます。まあこっちに移し替えたので、ちょっと血行が良くなってエラはピンクになってますね。よし、では餌をピンと回る、餌をあげていきます。赤虫をあげます。すごい勢いよく食べる、食べる時だけすごい早い。エラで健康状態がある程度わかると思います。今すごい綺麗になって、ね、生えてるので健康状態はいいと思います。これがちょっと微妙に短くなってきたりとかすると危ないので、水質が悪くなってる可能性とかね、ちょっとありますね。ライオンの
なんやあれ、毛みたいにうわーっと前に向かって立派に生えてます。たてがみか、たてがみのようにうわーっと。元気いいですね。食べる時だけすごい強い。水面より上が見えてるのかどうかちょっと分かんないんですけども、こういうあの粒の餌をポトッと落としてやるとすごい勢いで食べます。いきます、3、2、1、ポト。ミスりましたけど、落ちてきた途端に顔をパッと振って分かってるんです。でも落ちてきた餌はちょっとどこにあるか気づいていないんですよね。足の口のすぐ下にあるんですけども、あることも気づいていません。まあそのうち気づいてくれると思いますけど、じゃもう一個落としてみましょう。3、2、1、0。はい、食べるミスってますけど、落ちてくるのは分かるんですね。さあ気づくでしょうか。気づくかな。気づいたけどミスってる。こっちじゃない。バカ虫に気づいたけど、ミスってるな。気づいた。見えてはいないようです、はっきりとはね。ちょっと目の前で見てやるとピントが合わない。なんかスライムみたいな、ミスターポポみたいな感じですね。かわいいです。与えた餌を刺します。はい、ミスってる。違う。ダメだ。